独学ですね。独学でこれ書いたんですか。そうですね上からドライヤーで溶かしたりとかして、これ後ろスタッツ打って、こう画材買って、こうやって描いたりとかして、ね、長すぎる。うさぎ年じゃないですか。歌舞伎町でアートギャラリーをちょっと開いてもらうことになったんですよ。すごい。子供の頃からめっちゃ落書き好きで、勉強嫌いだったんで、ずっとなんか書いてて。上半期表彰式開催します。2022年上半期グループ売り上げランキングの発表です。20位から16位の発表です。ミスター会場取締役早乙女沙羅。続いて第2位の発表です。KG だったんですけど、その KG から独立するっていう流れになったんで、お客さんとか自分の中でコントロールできなくなっちゃって歯車狂った感じですね。1億弱ぐらいの現金があります怖いっすよね、普通に。とんでもないよね。それでは、ジュリエットの休憩を始めます。お疲れ様です。お疲れです。中に良い、神田優衣さん、よいちょこちら中の方、取りに来てください。これのせいでしょぼく見えません。でもちょっとこれすごいです、これすごいです。すごいですね。ありがとうございます。 Wait! Okay now. From the beginning. Hit it, boys. 紙袋ってもらえます。ありがとうございます。890ぐらいなんですよ、給料。パルちゃん、餌買ってきたで。ちょっと待って、ちょっと待って。お座りできる？よし、いいか。この子頭いいんすよ、めっちゃ。やべえ！ごめん、酔っ払ってて。酔っ払って。いや、待って、多すぎる。親として失格な。ごめんね、パルちゃん。頭いいんで本当は待てとか見せたかったんですけど全然無理だった。めっちゃ綺麗ですね。本当っすか。嬉しい。物が物多いっすよ結構僕ん家。そうっすね、結構絵が好きなんで、はい、家のいろんなとこにオリバーガルとかを飾ってます、ね。
はい、あ、そういうなんか絵のブランドがあって、そうなんですよ。それも俺が描いた絵なんですけど、一番最初にそこにあるやつ。え、この唇ですか？あ、そうですね。え、すごい。習ったこととかはないですけど。独学でこれ描いたんですか？そうですね、一丁前にいおりとか描いてスプレーでやってみたいな。いや、でもめっちゃセンスがすごいです。本当ですか？インスタによく載せたりしてたんですよ、描いたりとか。え、これ描いたんですか？そうですね、これ頭パンパンになったな、なんか考え事してるなみたいな時に描いたりとか、ブロッコリーってエロいなと思って描いたりとか、子供の頃からめっちゃ落書き好きで、勉強嫌いだったんで、となんか描いてて、今もその延長線で大人になっても、あー今日はサボりたいなみたいな時に、ちょっとなんか絵でも描くかみたいなので描いたりとか。なんか飲みます？あ、全然全然。あ、すいません。どうぞ。あ、ありがとうございます。はい、すいません。渡し方雑で。いつも飲んでる？飲んでます。へぇ。うまっ。あ、椅子ありますよ。あ、全然全然。すいません。よくなっちゃう。あるものですけど。逆に大丈夫。あれ。いおりさんはそのホストの前は何かやってたんですか？僕はホストの前はスカウトをちょっとやって、はい、江戸川区なんで出身が、結構やんちゃな町だったんですよ。で、売れてました。スカウトやってるとなんかホストさんとかと絡むのが多くて、でなんか知り合いのバーで働いてみないって言われて行ったらホストだったんですよ。ニューフェイスみたいなオーナーに言われて、働いちゃって。入った1日目に、入店おめでとうでマイクとか渡されるんですよ。入って気持ちはみたいな時に、いや、このお店だったら多分簡単にナンバー2ぐらいになりますねみたいな。そしたらめちゃくちゃいじめられて、初めてできたお客さんにグッチの長財布買ってもらったんですよ。嬉しいとかって言って裏置いといたんですよ。箱開けられてて、そこになんか吸い殻が立てられたりとかあって、マジで許せないと思って、絶対ナンバーはなってやる。その店変わってて、ナンバーでその立場変わるんですよ。どんなに下の子でもナンバーワンになったらみんな敬語なんですよ。で、3ヶ月ぐらいでめっちゃ気合でナンバーワンになって、謝ってもらって、で社長に僕辞めますって言って辞めたんですよ。ですっごいせいせいしたってなってたんですけど、そっからやっぱなんか本気で売り上げを上げる楽しみを知っちゃって、歌舞伎町に来たって感じですね。でもやっぱ初めての歌舞伎町もやっぱり結構辛いこと多くて、歌舞伎町来たぞって言って入った店も派閥がやばすぎて、ね、もうホストやめよっかなみたいななった時に、地元で焼肉屋でこう飲んでた時に友達が、いや、合う店あるよみたいな感じで教えてもらったのが前の店。髪
半期グループで2位で調子よく来てたじゃないですか。そうですね。落ちた理由は何だったんですか。自分でやり方を変えちゃったんですよね。なんか、まあ、終わっちゃったから言えるんですけど、そのトーマを超えたいってお客さんみんなに言っちゃったんですよね。トーマに関しては前のお店から後輩なんで、してます。トーマが入った時はずっとナンバーワンだったんですよ。あ、トーマが3600万か売った時にちょっと自分の中で悔しさっていうか歯車があれを超えたいになって、で貯めようってなって、もともと貯めるの好きじゃないんですよ。僕のお客さんも僕も毎月楽しむがモットーなんで、なんか貯めるっていう決断をした時に、貯めたら貯めたらやっぱり他に行っちゃうお客さんとか、この記録行きたいから今月来月シャンパン入れないでって言われたらお金入れたくなるじゃないですか。辛いっていうか、自分の中でコントロールできなくなっちゃって歯車狂った感じですね。そうですね。前のお店では僕がずっとそこは一番だったんで、最高売上とか初めて負けたんだみたいなだったんで、そうですね。去年はちょっと売れたんですけど、ちょっと下半期が弱かったんで、今年はすぐに、早い段階で一緒にできるように頑張りたいと思います。まあ、もう一つの目標は今ハルムにトーマっていう、バトルがいるんですけど、絶対超えます。お願いします。年間ナンバーが勝ってるからね。11月終わりでは2位だけど、この日のために頑張ってきたんで1年間、本当に負けず嫌いなんですよ僕。やっぱもう負けんのが嫌だって、絶対1位取りたいって。